はい、おはようございます。キャプテンスのバイブルトークです。だいぶ遅れちゃってますけども、今日第1キャンプの最終日の朝ですけども、今日はヨハネの福音書の10章19から30までを言いたいと思います。19、これらの言葉のためにユダヤ人たちの間に再び分裂が生じた。これらっていうのはあれですね、羊の私は良い牧者ですと、でその後半ですよね、私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいますというふうに、その神のことを父というふうに言ったということで、分裂は起きます、ね、いろいろね、意見の違いで、で彼らのうちの多くてもいいんですよ別に、彼らのうちの多くの人が言った。彼は悪霊に疲れておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。まあ一つはこいつおかしいと、まあ、頭おかしい、悪霊に疲れてるんじゃないか。で一方他の人たちは、者たちは言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。見えない人の目を開けることを悪霊ができるというのか。ね、ずっと話がずっと続いてますので、目が見えない、生まれつき目が見えない人の目が見えるようになりました。こんな奇跡を、こんな印を、悪霊が行えることはわけがない。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。これ神殿奉献の祭りとも言われています。冬、イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。あなたがキリストならはっきりと言ってください。メシアであればはっきりと言ってくださいというふうに言う人たちです。イエスは彼らに答えた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。いや言ってますけどねと、言ってますと、話してますと。でその話してるし、私が父の名によって行う技が証ししていると。ヨハネの福音書には7つの印、奇跡じゃなくて印、奇跡だったらこうなんか手品みたいなやつだったら、人間にも、まあ、できるから分かんないけど、じゃなくてわざわざ印というふうに書いてある。それがポイントだと思うんですね。印、これは神でありメシアであり、キリストであり、神の子であり、その印であると。それを父の名、神の名によって行う技、印、それが私について証ししてます。それなのに信じないあなた方。で、その理由が、あなた方が私の羊の群れに属していないからです。また羊の話がここで出てきます。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私の羊たち。イエス様は、私は良い牧者と言いました。良い牧者は羊たちのために命を捨てると言いました。命をこう与えると言いました。でも、その羊たちは私の声を聞き分ける羊たちだ。だから聞けない分裂して、私の声を聞ける羊と聞けない羊に、まあ、ヤギって言ってもいいのかな、分かれるというふうに、ね、言ってるんですね。羊は目はあんまり良くないし、頭もあんまり良くないかもしれませんけど、耳がいいと、聞き分ける耳を持っています。その耳を私たちも実は与えられてるんですけども、だから羊にこう、羊側にその選択肢があるんですよね。ここで言うとね、私もその羊たちを知っており、イエス様はその羊たちを知っています。よく知ってます。ウキノスコをね、知ってます。そして彼らは私についてきます、イエス様はこの羊を知っていると。で、私たちはそのイエス様の声を聞き分けることができる。そしてできるだけじゃなくて、イエス様の声を聞いてついていく、そういう羊であると。28、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることなく
また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。どこまで？私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つですと、31つです。同一の本質ですと、ね、これ難しい神学でこれあるね。同一の本質、あの父と子は一つであると、ね、これ難しい言葉で何とかってギリシャ語で言ったんですけども、ということですね。羊たちは声を聞き分けついてくる、ついてくる者たちに永遠の命を与えますというので、全ての人に与えられているわけではないけれども、全ての人にチャンスが与えられていて、全ての人は羊なんだけども、聞き分ける、ね、聞いてついてくる羊と迷える、ね、羊がいます。もちろんイエス様はその迷っている羊も探すために、来てくださいました、というのが、ね、ヨハネの福音書の話です。今日からですね、第二キャンプが始まります。ということで、もう1週間ここに住みますけども、ハンモックで寝るのは多分今日が最後、お客さん来るそうなので、ハンモックは撤収してどっかチャペルかどっかで部屋は用意してくれてるんですよ。部屋用意してくれてるんですけども、あえてハンモックで寝たり、あとその夜準備がありますのでね、準備がプログラムの準備ができるそのところで多分寝ると思うんですけど、それではまたごきげんよう。